水曜日担当の陽禅です。今回もこの2人のスコアを抜けるように頑張ってラスボスガチマンをプレイしようと思います。じゃあ今回も行きますか。はい、たまには最低スコアとかどうですか。出してみたい、まあ、出したいけどね。いやみたいなだけど結構緊張するから。行きます。おうガチマン。一通りなんか見せたいテクニックは実は2人のジャンプを使えるのは5回までとかどう。静止ね縛りつけ、これはしんどいですね。もうすでに心ここにあらずって感じですね。今日車の数かけこれはこれ右と左の道で車がなんか違ったりするんですか。色は何種類あるの。案外つまんないけどこれって危ないですね。ハンマー車ですか。ハンマーというハンマーですか。あ、めっちゃちゃんとやってる。でもこれちょっと集中しちゃうと喋んなくなるから全然いろいろ言っていただいて全然結構です。いや、なんかどんなプレイするんだろうって見ちゃうもんね、こっちもね。とりあえずあの安全に行こうと思ってコツコツやってると全然終わらないっていう。そうそうそう、やっぱ狙って赤い爆弾にシュートをしていかないとタイムオーバーになっちゃうんですね。あとガッチマンをこんなに大きく見る機会ってあんまないからね。ないちょっと見ちゃうよね、うん、ビルと同じ大きさですか、うん、ビルよりでかいすごい。隣のスケールとかで見てね、4階建ての人ぐらいでしょ。そうですね、うん、何と同じぐらいなんですか。あ、なんだろうね。喋るってやるかな、うん、スーパーロボットぐらい待ってやりますか、ね。お、いきなり2発来ました。これなんかジャンプしないで避けるぐらいにしてほしいですよね。神業を、ね、今空振りしました、ね。でもやっぱりあの昨日のジママロさんに比べて体力の、早いですね。全然早いから、もうすでに6割ぐらいいってますね、うん。これやっぱ赤い爆弾のジャンプっていうのをやっぱ忠実にやってるんですね。でもなかなか狙うチャンスはちょっと実は少ないですね。なんか狙う、結構狙いづらい気がするね。どうなの、これは狙えるんだ。狙おうと思えば、まあ今みたいな感じで受け取ってる間は2発目は当たらないんですよね、きっと。もう当てにくいですね。確かに倒しそうだな。外した。ジャンプのタイミングもなかなか難しいですね。これはでもあと2回ぐらいで引けちゃうんじゃないかな、うん、おう。てかもう点数がなんか私の倍になってます。いつの間に、うん、やっぱ車の数数えないから。そう、ね、それが良くないですね。おもうほとんど、あ、しまった。あー、逃した。ここから総崩れが始まる感じがします。壊された。あ、かわすこともあるね。そうです、確かに。お、あ、倒した。倒しましたね。ありがとうございます。めっちゃ集中しててすいませんでした。これは何クラスなのかな。神行く行くかな。あ、殺人。殺人。ちょっと足りなかった。ということはもっとね、すごいプレイヤーもあるってことね。スコアアイテムやっぱり取り逃さないとかいうことですか、ね。それは下の人が出してくれる、出してくれるかもしれない。うん、読みます。23万5800です。およっ。じゃあ今日も行っときますか。そうね、いいとこ見せてください。はい、はい、今日のもいもみ、まあ、前回パヌーヤくんできましたね。できたんで、その後バズーカくん作りたいと思います。あ、いるんです。シルエットはそういうことネタバレしていいんですか。そっか、ネタバレだ。そう言われると、まあ、シルエットでバズーカーなら分かっちゃう。あ、みんな熱心なのが。傾きはやっぱ重要なの。あ、伸びる。引き伸ばして、このできる。こういうこともできるんです。さあ、どうなる。おー、できた。バズーカ君、じゃあ読みます。はい、電撃バズーカから打ち出された最強の兵器、趣味はボランティア。知らなかった。知らなかった。どうやってバランスですか。まあ、
こんな感じで、まあ、下のあの人にちょっとまた期待しつつ今回ここまでということで、はいはい、じゃあ次回もよろしく。おう、ガチマン。